はい、同人生活ですということで、今回もストレイシープの方続きからやっていきたいんですが、なんとね、今回は例のアイテムを持ってきたんで進めるんじゃないかなという意気込みもね、一緒に持ってきました。何を言ってるんだ俺は、ピクチー。あ、ポーお帰り。さあ、ということで、このスイートミミズドーナツを、どう？すごく甘い匂いがするよ。あ、食った食った、よしよしよし。え、なんかまだ足りなそう。大丈夫？また何か食べ物を探してくるよ。ちょっと待ってよポー、大きな木の実が落ちるのを待っていたけど全然落ちてこないみたいだし、この茂みの中にいるのも飽きたからポーについていくことにするよ。そしたら食べ物を見つけた場所ですぐに食べられるからね。ポーもいちいち戻ってくるの大変だしさ。そうだね、その方が早くお母さんに会えるしね。よし、じゃあ行こう。おー、ということでピーキチが仲間になりましたってことで、多分バナナが食えるようになったんだろうね。うわ、歩いてきてる。めっちゃ遅いんだけどこいつ。おい、早く飛べよ。飛べんだろ実は。よし。で、多分ここでもう一回バナナを取って、あれでもそうだな、バナナもう食べてきたよな。お、おっとっとっと、イベントですね。なんでその小汚い鳥は。小汚い鳥じゃねえよ、ボクちんピクチって言うんだ。ポーに免じて通してやるからとっとと通りな。ひどいや。ポー、早く食べ物いっぱい見つけようね。大きくなったらあいつら見返してやるんだ。それとな、バナナは全部食っちまったから今はねえよ。だからサルバンジーも休みだ。へえ。もう先読みされてる。先読みされちゃってるな。つれえ。猿ごときに読まえ、もう考えを読まれてしまってる。ポー、このくらいの距離なら飛べそうな気がするよ。お、マジ？さあ、ボクちんの背中に乗ってよ。ピーキチ、本当に大丈夫？飛ぶのはまだ早いんじゃ。こんなに羽が伸びているんだもん。平気だよ。さあ、早く乗ってよ。じゃあ、乗るよ。マジかよ。飛べてるじゃねえかよ。あー、ダメっぽい。あー、まあ多分これで、あれでしょうな。別のステージに移動していくと。穴の中にゴーホーム。キノコ森。あ、これでやったあのでかい気になってたキノコにね、行けると。キノコとはいえど、木にはならないんで、気になるキノコとはね、一体何のことかと。はい。あー、早く。うわー、せき止められてる。うわー、なんか、やばそう。ピキチ、飛べるって言っただろ。ごめんよ。へへ、ポーって思ったより重いんだね。あ、僕の持ち物が全部なくなってる。マジ？落ちた時に流されちゃったんだね。それより変な場所に来ちゃったね。何か食べ物があるかもよ。お前はほんとそればっか。ねえ、ポー。ボクチンの周りに生えてる変なものは食べられないの？これはキノコって言って食べられるものもあるけど、派手な色のものには毒があるものもあるらしいから、やめておいた方がいいよ。これが全部食べられたらな。あれ？ポー、あそこ。どうした？ナメクジがいるぞ。ナメクジっぽいのがいたぞ、今。今のなんだ？何か食べられるものかもしれないから、行ってみよう。うわ、まさか。あ、何これ。キノコには乗れるけど。まさかナメクジを食べるのか、この鳥。いや、でも鳥は食べそう。ナメクジ靴。名前が気持ち悪い。うわぁ、気持ち悪い。ナメクジ大嫌いなんですけど。いや、目がもうラリってんじゃん、これ。キノコ食いすぎたのかな。
さっきキノコの影からこっちを見てたのはナメクジさんだったんだ。我が輩はこのぐるぐる目玉で日夜さまざまな情報を集めておる。それゆえに我が輩のことを物知りのナメールさんと呼ぶ者もいるのだ。誰だよ。ところで我が輩に何か聞きに来たのではないか。そうなんです。あ、僕はポー。このピーキチはお腹を空かせていて何か食べるものを探しているんです。僕ちんピーキチ、おっちゃん何か食べ物ちょうだい。我が輩の名はナメールだって。まあよい、食べ物を探しておるのか。この森のキノコは我が輩が大切に栽培しておるものじゃから勝手に取るでないぞ。お前栽培してんのかこれ。え、このキノコたち食べられるんですか。そう言われると急に美味しそうに見えてきたよ。ああ、全然違う人だった。一つくらい分けてよ。ナメールさん、僕からもお願いします。ちょっとさ、この吹き出しの横に誰が喋ってるかみたいなのをちょっとつけてくれてもいいんじゃない。そこまで頼まれては仕方がないな。あんま頼んでないけどね。もともとあげる気だったでしょ。それなら我が輩がいつもこのぐるぐる目玉でどんな風に物を見とるか、我が輩と同じ気持ちになった上で我が輩の言った通りのことができればキノコを一つ分けてやる。どんなことをすればいいんですか。見るがよい。我が輩が乗っておるこの青いキノコ、これはスピンスマッシュといってな、すごいスピードで回転するキノコなのである。今からこれに乗ってもらおうではないか。するとスピンマッシュは高速で回転し、やがてマッシュの回転が止まったら4色のキノコを我が輩の言った順番で60数えるうちに倒すの。敵か。うまくできたら好きなキノコを一つだけ持っていってよろしい。わかったかな。うん、まあいいけど。それではピーキチは危ないから下がっておれ。それでは始めるぞ。いや、ピーキチにやらせろや。なんで俺なんだよ。俺別にキノコ食べたくねえし。順番はこうである。どういうこと。ぐるぐる目玉キノコ倒し、緑オレンジ青紫。ああ、もう下に書いてあるのね。なんかふにゃふにゃ動くのかな。うわあ、うわ、これすげえ操作悪いな。あー、でもなんかいけそういけそう。さあさあ、こいつをこいつを、おい、どっち行ってんだよ。だい、いや、そんなスピンされてもさ、だいたいの方向にはいけるでしょこれ。ちょっと、よしよしよし、あとあれだけだから。オッケーオッケー、よし。一発成功だぜ。で、どうじゃな、目が回ってるのもいいであろう。よくねえ。じゃあ好きな色のキノコを一つ持っていくわよい。ただし食べて栄養のあるキノコは4色のうち一つだけなのである。まずは食べさせてみるとよい。お望みのキノコじゃなければまた目を回すのもよいであろう。やったねポー、どの色がいいかな。うわ、そういう感じになるの。多分これでしょ。完全これだけだよ。さあ食べろ、でかくなれ。どうした。ポー、今のキノコ激辛だよ。別のを食べさせてよ。うわぁ、ちょっと騙されたな。しょうがねえ、もう一回目を回してやるよ。そんなさ、こんなならないって。あーあーあー、これ赤いキノコ失敗か。おい、いいの。だってこれ多分上下反転してるわけでもないよな。あー、ちょっとやめろやめろ、ちょっと待って、ほんとどう動いてるこれ。
完全に運で動いてる気がするんだけど。おお、なんとかいった。よし、あとちょっと緑を倒して。それそれそれ、どうなってんのこれ。ちょっともう時間、ちょっと進んで、ちゃんと進んで。これよし、オッケー。あと赤だけ、これ倒して。よーし、オッケー。あぶねー、すげえストレス溜まるこれいやーこれ、皆さんも機会あったらやってみてください。すごいストレス溜まるわ。どうじゃな、目が、ま、全然いいものじゃねえよこれ。この上でね、あれが来るから、この選択が、ちょっと紫、多分これなんじゃないかなと思うんですけど、一番毒っぽいんだけど、実は多分一番、おー、やっぱり来たんじゃないこれ。やっぱこれか。すごい青くなった。当たりだね、ピーチ。また大きくなったよ。じゃあ行こう。ちょっと待て。この森から出る方法を教えてやろうではないか。また目回すのか。この森の入り口に地面にべったりと生えた赤と黄色のキノコがあったであろう。あれはジャンピングマッシュといってな、上に乗ったものを空高く舞い上げるという変わったキノコなのである。軽いものが乗っても動かないが、今のお前たちが乗れば地上まで飛ばしてくれるはずである。あ、そう、そういう、やったね、ポー。早くそのキノコで帰ろうよ。ボクチンはデリケートだから湿気の多いところは嫌なんだよ。湿気な。それとな、川沿いの穴は気をつけた方が良いぞ。最近は蛇のやつが荒れとるようだからな。まあ我が輩の物知りであるから、我が輩は物知りであるから、この辺りで聞きたいことがあれば何でも我が輩に聞きに来るがよい。ナメールさん、ありがとう。完全にこの辺り限定なの。まあどうでもいいけどさ。セーブしようか。じゃあ、はい。今日は時間が来てしまったので、ここら辺で終わりにしたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃあ、またな。